俺は日野美春、22歳。割と真面目に生きていた方だったと思う。悪い子みーけ。何の取り柄もない男が連れて行かれたのは、クリスマスを裏で運営する会社、サンタクロースハウス。おめでとう、美春くん。最低だ。1000万！え、好条件？え？仕事は黒いサンタになって悪い子にヘンテコなプレゼントを渡すこと。やだー！しくやらせー。日本の子から選ぶわね。見つけた。完全に個人情報じゃん。え、めちゃくちゃ怖いんですけど。トナカイになるためには実技試験があるっす。クソ野郎。子供たちのためだから。赤いサンタって殺されたの？赤いサンタがいないとクリスマスはなくなってしまうんだ。そんなの絶対に嫌だ。一番欲しいものを待ってる子がいるんだよ。俺、赤いサンタに会ったことある。面白いことになりそうだ。クリスマスはブラックサンタに託された。日の出まであと10分。プレゼント守るっすよ。ブラックナイトパレード、頑張ってください。頑張りクリスマス。